Arts and Education and Learning. That's me! どうも皆さん。日本語で実況プレイをしているアメリカンコテツスティールです。今回どうやらこの Baldi's Basics in Education and Learning にはアップデートが来たようだからもう一度やってみましょう。へへ。このアップデートで具体的に何が変わったかわかりませんが、読んだところによると、ある方がそれぞれのファイルの中覗いてみたら、その数学問題の正しい回答が書いてあったらしい。それを入力してみましょう。一体何が起こるでしょう。楽しみ。よし、それではやりましょう。スタート。で、ストーリーモードとエンドレスモードありますね。この前に一回これやったことあるような、とにかくストーリーモード。やれ。ロード。いや、読み込み。どうも。ありがとう。久しぶりだな、このゲーム。よし、何が変わったでしょう。んで、これは全然大丈夫だね。あ、これ、変わりましたね。なかった。いや、違うと思うよ。好きじゃないし。おお、すごいね。あ、そうだね。この前にちゃんとキーボードで打つ必要あったんだけど。おう、0、マイナス9、イコールズ、マイナス9なんじゃない？うん。次は5。そして、10。すごい。あなたは存在してるんだね。そうだけどね。よし。お、そう？こうただね。ありがとう。もうクリックしたよ。もう、わかってるよ。アイテムの使い方。じゃあ次のやつ？これなら何入力してもダメだよね。じゃあマイナス7と10と、これだな。だ、じゃあ、それあったな。完全に忘れちゃいました。あー、うるさい。わかんない。入力してみる。んで、これは確か、31738？ 違うの？それでもダメ？それでもダメなの？ちょっと待って、間違えたの？俺間違えたのかな？それかもしかして、やっぱり、その2冊目のノートはダメ？あ、こっち。出口？どういうこと？違うだろう。どういうこと？わかんない。休む必要があるって。やめてください、バルディ。バルディって一体何があった？何があったでしょう？あれなんじゃない？周りのみんなに。ハゲ、ハゲと何回も言われたから、つい切れてしまったんじゃない？まあ、あれだ、その気持ちわからなくはない。俺だって、ツルツル、ハゲ同士仲良くしようよ、バルディ。じゃあ、もう一度、31718。お、わお。何これ？ちょっと、マウスのカルサルが。あ、うわ、くる、どういうこと？何これ？なんだ？こいつらって確か、Five Nights at Baldi'sっていうファンゲームやってた時に出てきたやつなんだけど、どういう意味？確か、あれだ。開発者がいろいろ試してた時に、これ使ってたんじゃ、そういう話だったっけ？プレイスホルダーっていう、これは？来るんだけど、やめてこないで。ちょっと読めないんだけど、なんか書かれてるんじゃ、プレイ、あ、本当だ。place? あ、やめて。あ、本当だ。placeholder。ああ、なるほど。これ、意味なくね。これってもしかして何かの罰みたいな？やっぱり最初からやらなければ？やり直す必要があるってこと？わかりました。ちょっと行ってきます。と言っても、と言っても、エスケープキー押しても何も出てこない。嘘。じゃあ、これで何かなる。天井？あ、え？どうした？ダメ？ダメなの？
はい、あ、おぉ。あ、え？なにこれ？ちょっと待って。世界が逆に。それでも来る？やばいな、これ。え？バルに近いの？ちょっと待って。確か、5、マイナス4と、わかんない、これ。あ、これクリアできないと思う。だって、これもさっきのも、間違えたから、ダメなんじゃないこれ。どこ？バルディ？あ、だから、俺もリアルでバルドだから、バルディだから、お願い、お願い、仲良くしようよ。その気持ちわかるから。うん、お、じゃあ、うわ、あれ？みんな、俺だけ？天井にくっついてるのは俺だけ？気になるんだけど、マジ？いや、ちょっと逆、ジャンプが逆。バルディいる。ちょっと待って。おお、怖い。やめてください、バルディ。うそー、バレたのか。走りましょう。いや、走らなくていいかな。あ、うん。わかった。これ読めね。逆だからね。よし、これで出れますが。I am coming ready or no, here I come. いや、ちょ、だから別にそうしなくていいから。おいちょ、いや、no, ちょ。うそー。じゃあ今回ちょっとエンドレスモードやってみる？どうも。これって無限だね。なんか霧がないモードで、じゃあマイナス6、10、2だね。よし。どうせ次のはそれできないから、もう一度そのコード、その回答、あ、コードあったんだね。ありがとう。じゃあ、これもう一度その天井のやつ、0 plus 1 equals これなんじゃない？いや、きっと、絶対にこれだ。ごめんね、バルディ。これで、大丈夫かな？ 3 回間違えたんだけど、これ以上早く、わかんない、早く、出よ。あちなんで、もう来るよ。もう来てるよ。じゃあ、さっきに、こっち行こうかな。これ危なくね？危険じゃない？コーダも逆？おかしいな。キャンピングのステージもう一度やってみたいですね。ん？ちょ、もう、こんなに近いの？いや、ちょっと待って。なんだ？なんだ、今の発音。こいつって、もう死ぬ？もう死ぬの？ 3 回間違えたから？そういうこと？いや、ちょ、今気づいたんだけど、このストーリーモードを選択すると、バルディの顔がこうなってるんだけど、なんか驚いた顔？笑ってる？なんか、これ、笑顔と言える？わかんないけど、これ選択すると、バルディの手が、ボルディの手がどっから来る。よし。ああ、じゃあもう一度、エンドレスモード、ロード。どうも。俺殺さないで。俺は悪くないから。簡単だね。なんか難易度上がるモードもあるんだけど、それは何でしたっけ？いろいろあるんだけど、カウボーイモードとかもあるんだね。ありがとう、ピカピカするコーダー。よし、そしてこれは2。そしてマイナス3。そして、おっぱい。ダメ？おっぱいは正義なのに。よし、理想だ、1個ゲット。え、俺走ってたのに、見えなかったの？別にいいけど。よし、これ。よし、理想だ、ゲット。早い。もう、こんなに早いの？ひどい。これ、クリアできないと思う。難しくなったか。やりたくね。遊びたくね。くれ？やったね。逃げましょう。ダメだ。
ダメだ。もう難しすぎ。これ3冊目なのに。なのと、おっそ。ハサミ持ってこらればよかったな。やべ。いや、ちょっ。やっぱりダメだね。やっぱり。あれ？俺まだエンドレスモードに。違うと思う。俺確かストーリーモードにした覚えは。じゃあもう一度、エンドレスモード。まあとにかく今回この辺にしときますね。見ていただいてありがとうございました。なかなか短い動画になりますが、思ったよりいろいろ変わらなかったですね。このゲームの製品版、そのフルバージョンが出るのを楽しみに待ってます。では、次へ。